ミルストーンの戦いは、アメリカ独立戦争中の1777年1月20日に、ニュージャージーのエイブラハム・バンネストの製粉場近くで、起きた、小戦闘である。イギリス軍の物資調達部隊が、大半は、ニュージャージー民兵隊である、大陸軍に側面を突かれて駆逐され、その荷車や物資を奪われた。この戦闘は、 1777年の初期数ヶ月間にニュージャージー北部で続いたマグサ戦争と呼ばれる一連の小戦闘の中の一つであり結果として民兵隊でもそこそこの戦闘ができることを示した大陸軍のジョージ・ワシントン将軍がチャールズ・コーン・ウォリス将軍のイギリス軍の周りを動き回り1777年1月3日の プリンストンの戦いで頂点に達した後、ワシントンは、トレントンにいるコーンウォリス軍とニューブランズウィックにいる、イギリス軍の残り部隊の間に挟まれるという窮地に陥った。その消耗した部隊で、ニューブランズウィックのイギリス軍全新基地に攻撃をかけるよりも、ミルストーン川わり域を遡り、モリスタウンの方向に部隊を移動させることにした。 そこは強固な防御線を敷くことができるのを前から知っており、当季宿営地としても使えた。トレントンとプリンストンの周辺にいたコーン・ウォリスとイギリス軍の残り部隊及びヘッセンカッセルからのドイツ人傭兵はプリンストンの戦い後にニューブランズウィックで再結集した。1月13日、イギリス軍の中のかなりの勢力がニューブランズウィックから 西にサマセットコートハウスに進軍し、約一週間そこに泊まった後、ニューブランズウィックに戻る途中で家屋を破壊し物資を略奪した。この期間に土地の民兵隊が大陸軍を援助するために集結した。これらの動きにより、ニューブランズウィックから西のミルストーン側やラリタン側までの地域は、両軍の間の無人地帯となった。イギリス軍が交代した後、 サマセットコートハウスは、パトリオット民兵中隊が守るいくつかの前進基地の一つとなり、これらを大陸軍が支援する形をとった。ロバート・アバークロンビー中佐が率いる第37不評連隊から500名のイギリス軍物資調達部隊が1月20日にニューブランズウィックを離れ、西のミルストーン川に向かった。この部隊は川を渡り、後営にドイツ人傭兵と、 数門のヤホ砲を橋の守りに残して、バンネストの製粉場に到着した。そこは、サマセットコートハウスの北数マイルにあり、ミルストーン川がアリタン川に注ぐ地点に近かった。この部隊はそこで様々な種類の物資を捕獲し、ニューブランズウィックに戻る準備をしていた。ニュージャージー中部を示す1806年の地図、右上に、ニューブランズウィック、中央やや下に、 トレントン、右の縦に流れるのがミルストーン川、左の大きな川がデラウェア川北方のパトリオット民兵中隊はその日、早くにイギリス軍の動きについて警告されており、バウンドブルックに向けて進軍していた。バンネストの製粉場でのイギリス軍の行動について知らされた時、この部隊もそこに向かった。この部隊はフィルモン・ディキンソン准将の指揮で、 ニュージャージーの民艇約400名に、ペンシルベニアの民艇50名が加わり、イギリス軍の行動を議論した。イギリス軍の行動に関する情報が漠然とした中で、ディキンソンはその部隊を2つに分け、1体はイギリス軍市長隊の前面に向い、2体目はその側面に動いた。この2体は川の一つを氷のような水に腰まで浸かりながら徒歩で渡った。 一体が、製粉所に近い道で、イギリス軍市長隊をうまく吸収した。それは、イギリス軍がニューブランズウィックに戻る、主要道と橋に到着する前のことだった。その銃撃で、最初の荷車の馬を倒した。このことで、市長隊は歩みを止め、業者たちは散り散りになり、イギリス兵は略奪品を後に残したまま大慌てで、橋の方に逃げ出した。 民兵隊が橋に到着した時、ドイツ人傭兵の後衛が退却を援護するために、その野方から武道弾を放った。川を挟んだ、銃撃戦で明確な結果も出ないまま、イギリス軍が撤退した。イギリス軍の指揮官、ロバート・アバークロンビー・チューサディ・キンソンは、ジョン・ニルソン大佐に宛てた1月23日の手紙で、先の月曜日に、 私の民兵を、主とする約450名で、500名の兵士と2門の、野砲からなる物資挑発部隊を、バンネスト製粉所で攻撃した。我々は20分間の交戦の後で敵を改装させ、馬107頭、荷車49両、牛115頭、羊70頭、小麦粉40たる、その他のもの106袋と捕虜49名を捕獲した。 ことをあなたに知らせるのは喜びである。と書き送った。ワシントン将軍は民兵隊の功績に常に満足していたわけではなかったが、大陸会議に当てた報告書で、ディキンソン将軍の行動は彼に最高の栄誉を与えるものである。その部隊はすべて新兵だったが、その兵士を率いてそこそこ深い川を渡り、敵に厳しい攻撃を仕掛けたので、 敵は三門の野放で支援されていたが、その市長隊を捨てて逃げ出した。と記しており、捕虜は9人とだけ報告していた。この遠征隊には加わっていなかったイギリス軍士官のアーチボルド・ロバートソンは、アバークロンビー中佐と500名の兵士が、ヒルズボロに物資調達に行った。この部隊の一部が、反逆者たちに攻撃され、荷車の漁者たちの間に混乱を引き起こし、 42両の荷車が後に残されたと報告していた。イギリス軍のある目撃者は、絶対に攻撃者は民兵ではないと確信する。民兵ならばあのようには戦えないはずだと記していた。この戦闘の損失については、非常に様々な数字があるが、イギリス軍の損失は、新聞の報道では30人大前半となっていた。これは、 ディキンソンの報告にある捕虜49人とは一致しない。一方、パトリオット民兵隊の損失は対照的に小さな数字だった。大陸軍とイギリス軍の間の小競り合いは冬の間継続し、歴史家のデイビッド・ハケット・フィッシャーはイギリス軍がその馬のためにマグサを必要としていたことからマグサ戦争と名付けた。大陸軍の戦術は主に ニュージャージーの民兵大使機関が推進したものだったが、ワシントンとその大陸軍に支援されており、大変うまくいったので、イギリス軍の武士挑発部隊が約2000名の時でも、その攻撃にさらされた。ありがとうございます。